ちょうどね、あのうちのとこなんですけど、蜂がね、もういるんですよ。見えますかね、動いてんの。ヤブガラシがね、あるとこうなっちゃうんで、とりあえずね、この、このね、こういうところ切ったりとかね、こういうところ切ったりとかっていうので、とりあえずこの花はね、なくなっていくと思いますんで、さっさとね、切った方がいいです。はい、ゾネパートナーズの大森です。今回はですね、緊急で動画を撮っているような感じなんですけども、ちょっとね、ごめんなさい、今言いたかっただけです。ですね、ただね、緊急なんじゃないかなとは思ってます。これはですね、今ね、多分サムネイルにもあったと思うんですけれども、ヤブガラシっていうのがね、どんどんこう出てきててですね、それのね、花がね、そろそろなってるんですよ。だから、もう早くヤブガラシをですね、切ってくださいねという風な、撮って、もういいですし、切ってもいいんですけれども、もうとにかくですね、ヤブガラシをですね、早く処理してくださいという風な感じのお話になります。チャンネル登録前ですよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということでね、早速話なんですけれども、今日ね、撮影してる時にですね、うちの妻からですね、連絡が来てですね、オオスズメバチがね、すごいやってきてるような感じすると。もう見てるからにデカめの、もうあれはどう見ても蜂だという風な感じで、なんとかカズラの近くにいるよと。言ってたんですよ。ちょっと待ってくれよと。うちの家になんとかカズラないよ。ヤブガラシならあったよね。ヤブガラシにはですね、なんか蜂がですね、その花にね、たかるんですよ。すごい。アシナガバチもそうですし、スズメバチもそうですし、すいません。今ちょっと机に手が当たって揺れちゃいましたね。すいません。そんな感じでですね、その花がなると、もうそこの近くに、巣ができるぐらい、すごいたかってくるんですよ。で、その蜂がですね、アシナガバチ、スズメバチも普通のなんかミツバチみたいなやつも来ますんで、かなりいろんな種類の蜂が来ます。で、もういたらというか、そのヤブガラシが結構あったら、蜂も何匹かいると思った方がいいという風なぐらいかなりいます。ですんで、早めにですね、対処、対応しといた方がいいですよという感じになります。これからの時期ね、今撮影してるのね、2022年の6月に撮影してるんですけれども、まだね、蜂がもう全盛期でね、蜂全盛期だぜみたいな感じではないんでね、まだそのね、1匹や2匹や3匹や4匹みたいな感じだと思います。これからね、どんどんもうね、巣がね、もうすごくね、大きくなってってですね、8月下旬ぐらいね、9月ぐらいになってくるとね、やっぱりもうその、なんですか、夕方のニュース番組でね、テレビのね、ニュース番組でね、あんまり最近テレビ見ないんですけどね、皆さんどうですか？見てますかね？ちょっと僕はね、あんまり見なくなっちゃったんですけれども、その夕方のニュース番組でね、もうね、蜂バスターみたいなやつがね、スズメバチをなんか退治しましたみたいな、こんな感じみたいなね、そういうのがですね、もうそろそろやり始める時期なんですよ。まだやらないんですけれどもね、まだやらない今だからこそ、ヤブガラシをですね、一回ね、切っとくだけでもいいと思います。そうするとね、その花がね、咲き始めたやつを取れますんで、そうするとね、その、要するに、その蜂がですね、その、いっぱいになる、なって来られちゃう前に、少ない間に、まだ少ない間に取っといたらですね、もう来なくなりますんで、来なくなることはないんですけれども、それを目当てに来るっていうことはなくなりますし、それを目当てに、来るっていうことはかなり多いんですよ。ですんで、ヤブガラシはね、もう今のうちに何とかしといてください。というような感じのことが言いたかったんでね、一応ね、緊急で撮ったというような感じにさせていただいてですね。で、そのヤブガラシなんですけれども、地下茎でね、いわゆる育つって言われている、そのね、地面の中にね、すごいはびこるような感じでね、どんどん出てきちゃうんですよ。で、それね、退治するのがね、結構大変なんですよ。もう根絶やしにするというかですね、そのね、もう完全になくすっていうのは結構難しくてですね、とりあえず今考えなきゃいけないことはですね、もうそれを今すぐにその、根絶やしにするっていうことじゃなくてですね、とりあえずその花がなってるところも地面のところからポンと切るだけでですね、もうそのままそれはね、とりあえず枯れてきますんで、で、新しく出てきたところをね、またどんどん切り続けていけばですね、そのうちなくなっていくよっていうような感じでね、理論上ではね、なっていますんで、そういう風な感じで少しずつね、弱らせていって、まあ最終的にはね、なくしていった方がいいんじゃないかなと、私はね、庭
お庭でね、そういうアブカラシは育てない方がいいと思いますんでね。まあそんな感じというところになります。ですんでね、まあ今のところとりあえずですね、すぐね、もう全部が全部こうほじくり出してね、もうこれ二度と出ないようにしようみたいな感じじゃなくて、とりあえず切るだけでもその花はね、そのしおれてってだんだんね、もうダメになっていって、そこには蜂はね、来ませんから、そうしたらね、そういうようやくね、その取ってあげるっていう風な感じでいいんじゃないかなと思います。で、完全になくすのはね、結構その長期戦になりますんで、まあもしくはね、除草剤撒いちゃえば一発でなくなるっていう風なところもあるんですけれども、それがね、嫌だよっていうふうな感じでね、最近は結構ね、あの流れ的にね、時代の流れ的にそんな感じで言われてますんで、まあ、なるべくね、その切ったりとか取ったりとかっていうところでなくしていただければいいんじゃないかなと思っております。まあ、私のね、あの家もですね、そういう感じでね、ヤブカラシが結構あったんですけれども、去年はね、結構あったんですけど、あの芝生をね、全部張ったんですよ。その時にヤブカラシの根っこをですね、まあある程度は取ったんですけど、そんなには取んなかったんですよ。でもほとんどやっぱ出てきてないですね。なんでやっぱそれね、出ないようにそのね、芝生やってあんまり出てきてないし、ちょっとだけやっぱ出てくるんですよ。どうしても生きてるから出てきた都度やっぱりね、少しずつやっぱ取ると、ちょっとずつ取る。1週間に1回とかね、2週間に1回とかね、ちょっと出てきたってパーッと取るだけですからね。そうするとね、やっぱり出てくる速度も、どんどんやっぱ遅くなってるんですよ。今年ね、そういう感じでやり始めただけでも、かなり少なくなってると。電話に出ますね。はい、すみません。という感じでね、今何の話してましたかね。ヤブガラシを取っていくっていう感じなんですけれども、少しずつね、少しずつこう取っていくという風な感じになりますんで、ちょっとずつね、やっぱり弱らせていくっていうような感じでね、だんだんと、こうね、こうなんていうんですか、違うのにね、差し替えていくっていう風な倒し方の方がいいんじゃないかと。いうところですね。まあ、うちであればね、その芝生がこう上に来ましたんで、今までの地面よりも芝生が上に来ましたんで、新たにこう出にくくなったっていうような感じですし、他で言えばね、まあ、地面のギリギリのところで切ってね、逆にちょっとだけね、違う草をわざと生やしておいてね、その中に埋もれさせとけばですね、とりあえずね、だんだんと弱っていくっていうことも、まあ、狙えるんじゃないかなと。ただね、今のうちからね、ちょっとずつっていう風なね、倒し方になってくるんですよ。ですんで、今すぐ、今日、明日ぐらいでね、やらなきゃいけないのは、とにかく花が咲いてそうだなって思ったらですね、もうまずこう切っとくだけでね、でもそのより上はね、そのまま死んでいきますんで、死んだらね、蜂も来なくなりますんでね、そしたらもうガサッと掃除してあげるっていう風な感じでいいんじゃないかと思いますんでね、まあぜひともね、そこだけでもやっといていただけたらなと思っております。まあ今回ね、ちょっとヤブガラシでね、まだその蜂のシーズンがね、本格的に来てないっていうところでの話になっているんで、逆に今すぐやっといた方がいい。今もうね、結構花がね、もうでき始めてるんでね、もうそれでね、どんどん取ってあげるっていうのをやっといてくださいねと。蜂に刺されたらね、もう嫌なんでね、誰でもね、嫌なんでね、やっといていただきたいというような感じのお話になっております。ということでですね、本日はヤブガラシのお話をしております。チャンネル登録前ですよという方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで本日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。